はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回の動画は、シングルストロークを鍛えようというめちゃくちゃシンプルなテーマでございます。はい。当チャンネルでも、ダブルストロークとかね、プラムとか、オスティナートとか、まあ、いろいろやってるわけなんですけれども、これ、パーカッションの経験を積めば積むほど、あれ結局一番重要なのってシングルストロークじゃないってなると思うんですよ。これ結構もう何週もしてまして、いろんなテクニックをね習得すればするほどあ、やっぱ結局一番重要なシングルストロークだわ よくなるんですねで僕はよく感じるのは特にライブのソロなんかを叩くく時ですねパーカッションソロですねいろいろ覚えた難しいテクニックとかこう難解なねインテリなフレーズとかを叩くよりも,もうド直球ストレートでねもうシングルストローク「おわ!」ってこうやった方が結局ね一番盛り上がる「おわ!」っていう、まあ、一番説得力があるなと感じるわけなんです。 今まさに僕もですね、もう何度目かわからないシングルストローク熱が再燃しておりましてですね、おシングルやるぞという気になっております。そこで今回はね、このシングルストロークをもう徹底的に鍛えるワークアウトっていうのを考えましたので、このシングル鍛えたいよという方ね、よかったら参考にしてみてください。普段の僕のレッスンとか動画っていうのは基本的に全てこの体をなるべく楽に使おう。最大限楽に動かして楽器を演奏しようということに重きを置いてるんですけれども、今回に 限ってはですね、これは筋トレ的な内容になります。ちょっとマッチョな内容になりますので、これ、過度にね、やりすぎると、体を壊す危険性があります。故障、怪我をする危険性がありますので、これ、十分気をつけてやってください。ので、普段以上にですね、この肩甲骨周りだったり、関節周りのストレッチを行って、あと、栄養ですね、しっかり食事から栄養をとって、睡眠もしっかりとって行ってください。徹底した自己管理のもとですね、怪我に十分気をつけてやってください。 ははい、ではまずシングルストロークのやり方について確認しておきましょうハンドパーカッションにおけるシングルストロークは大きく分けると2種類やり方がありますまず1つは肩回転のストロークです肩を中心にして腕を回すいやいやいやっていう動きですね、はい、でもう1つは前腕回転です前腕で肘から先ですね前腕を回す ドアノブを回すす動きですねこの回転を使ってストロークします、はい、ざっくりとした認識で言うとこの肩回転の方がより大きなエネルギーを生み出せる大きな音しっかり鳴らしてストロークできますが速さスピードに関して言うとこの前腕回転の方が、まあ、スピードにはたけてるっていう感じですねでこう超高速超絶技巧 やりたいというのであれば、この前腕回転を使った方がいいかなと思うんですけども、こっちはね、あんまりパワーが出ませんので、本当速さ重視、スピード重視という感じです。で、今回やりたいのはね、わーっていうシングルストロークなので、この肩回転の方を鍛えるワークアウトをやっていきます。はい、ワークアウトのメニューはこんな感じです。大きく分けて3種類ですね。1つはハンドクラップ、手拍子。で、2つ目は素振り。で、3つ目はシングルストローク。 ひたすら叩き続けるという、実機力を鍛えるメニューとなっています。これ、どれか気に入ったのだけやってもいいですし、やる気がある方はね、全部やっていただいて、全部やっても大体10分ぐらいで終わりますので、これをだたいね、1日おき、1日やって1日休んで、1日やって1日休んでっていうふうにやるといいかなと思います。はい、ではまず1つ目、ハンドクラップのやり方を説明します。といってもまあ全然難しくないんですけども、小さく前習いの形を作ってください。自分の肘がちょっと体に、 触れている状態、つまり脇は開かないってことですね脇は閉じた状態にして小さく前ないの形を作ってここで両手を合わせてクラップはいこれだけですこれを何かテンポに合わせてやってみましょうせーの これだけですこれを1分やって休んで1分やって休んで1分っていう感じで1分かける3セットやりましょうしっかり時計で測ってやってもいいですけれども、まあ、おすすめとしてはねなんか音楽をかけながら自分の好きな音楽を聴きながらその音楽のテンポに合わせて叩いてみるとで可能な限りまり、あ、無理ない範囲でねまあ早めのこんなゆっくりだとあんまり効果がありませんので まあちょっと、早いけどギリギリ叩けるかなっていうぐらいのテンポでやるといいかなと思います。で、曲だったら、例えば、ワンコーラス叩いて、感想の部分ちょっと、はーって休んで、で、というコーラス始まったら、また叩いて、感想になったら休んで、最後のサビになったらもう一回叩くみたいな感じで、えー、曲の中でね、やるとまあ楽しくできると思いますので、やってみてください。はい、続いて二つ目、素振りです。素振りは、今一つ目にあったハンドクラップの、 この状態からこのままこう脇を広げていきますでまあ楽に脇を広げたところでこう今やったハンドクラップの動きをしようとするとこう空中をパタパタ動く動きになると思うんですけどもこれが素振りになりますでこうハンドクラップの時と違って音が鳴らないからこのタイミングが難しいと思うんですけどもなるべくねこの動きをしっかり確認してタイミングに合わせて振ってみてください なるべくね鏡を見ながらこう左右対称にやるとより効果が高いかなと思います。これも何かテンポに合わせてせーのはい、こんな感じでやってみてください。これもなんか音楽に合わせて1コーラスやって感想は休んで2コーラスやって感想休んで最後やるみたいな感じでやるといいかなと思います。 やっぱこれ音が鳴らない分ね、できてるのかできてないのかっていう判断がちょっと難しいと思いますけども、この素振りが綺麗にできるほど、このストロークのフォームが美しくなりますので、この素振りしっかりとやってみてください。はい、では最後は楽器や練習台を使ってひたすらシングルストロークを叩き続けるというね、時給トレーニング、<laughs> 地獄のトレーニングになります。こんな感じでやります。ワン、ツー、せーの。 ただね、これひたすらやるっていうだけです。で、カウントで言うと、1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4を1小節にして、これを100小節やります。で、グリッド4ですね。16分音符。タカ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 タタタタタ。これを100小節。連続で叩き続けられれば OK です。で、これテンポが結構重要で、あんまりね、早すぎて、 あれれこ自分がちゃんと叩けてるのかどうか分かんないってテンポでやってもあんまり意味ありませんからちゃんと正確に自分がたた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 と明確にね叩けてるってことが確認できる把握できるテンポでなるべく早いテンポなるべく最大早いテンポでやってみると100小節もやるのギリギリきついわっていうぐらいのねテンポが一番効果的かなと思いますのでそのいいテンポを設定してやってみてください ちなみに僕はこれ180でやってます。ワン、ツー、せーの。はい。というわけで今回はシングルストロークを鍛えようというテーマでお届けしました。ワークアウトのやり方で何か質問がある場合はコメントで聞いてください。テンポに関してはですね、自分がギリギリできるけどちょっときついなと。自分にちょっとね、負荷がかかるぐらいの速さでやるのが一番効果的かなと思います。けれどもね、あんまりこう、やりすぎると。 ににややりりり、りすすぎるると故障してしししししててててままいいま。で、っっっっかか休息、えー、睡眠だだたり栄養をしっかりとって回復して、えー、やるようにしてくださいはい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧ください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやっていますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。